Spinner。 おはようございます。荻野かなです。7月17日月曜日、世界で今起きていること。例年にない暑さを記録しているのは日本だけではありません。アメリカ、ヨーロッパを猛烈な熱波が襲っています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。アメリカもヨーロッパも大熱波。アメリカでは日曜日、各地で猛烈な暑さを記録し、世界で最も暑い場所の一つとされるカリフォルニア州デスバレーの気温は54度に達しました。フロリダ州やワシントン州などでも注意報が出されています。熱波は南ヨーロッパにも押し寄せており、イタリア、ギリシャ、スペインでも各政府が警戒を呼びかけています。イタリアやギリシャは観光客を保護するために、日中には施設を閉鎖するなどの対策を取っているようです。スペインでは人気の観光地カナリア諸島のラパルマ島で森林火災が発生し、2500人を超える住民が避難を強いられています。インドも月ミッションに挑戦する。インドの月探査機チャンドラヤーン3号の打ち上げが成功しました。予定通りに行けば8月23日あるいは24日に月に到達する見通しで、月面への着陸に成功すればアメリカ、旧ソ連、中国に次いで世界で4カ国目となります。インドが月面探査に挑むのは今回が3回目で、2019年に打ち上げられたチャンドラヤーン2号は月面への降下中に通信が途絶え失敗に終わりました。月の開発をめぐってはアメリカもアポロ計画以来50年ぶりの有人ミッションとなるアルテミス計画を進めており、来年11月の打ち上げを目指しています。閉店したイケアがクラブに生まれ変わる。ロンドン・トッテナムにある営業を終えたイケアが改装され、大規模クラブに生まれ変わろうとしています。実際に完成すれば1万5000人を収容するロンドン市内でも最大級のベニューとなります。ロンドンでは印刷工場だった建物を使用して作られたクラブ、プリントワークスが今年4月、多くのファンから惜しまれつつ閉鎖となりましたが、元 IKEA のクラブが代わりに愛される存在となるかもしれません。ウィンブルドンでも世代交代が起こった。テニスの四大大会、ウィンブルドン選手権の男子シングルス決勝で、スペインの20歳、カルロス・アルカラスがセルビアのノバク・ジョコビッチをフルセットの末に破り、初優勝を果たしました。アルカラスは昨年の全米オープンも制しています。ジョコビッチは男女を通じて史上最多タイとなる四大大会24勝目と、ロジャー・フェデラーに並ぶ男子最多の大会8勝目を目指しましたが逃しました。ウィンブルドンでは大会期間中に2度にわたって環境活動家とみられる人物が試合に乱入、紙吹雪のようなものをばらまき取り押さえられました。FOXの元看板司会者が新会社を設立しようとしている。ウォールストリートジャーナルによると、 FOX ニュースの看板司会者だったタッカー・カールソンは、ホワイトハウス顧問だったニール・パテルと共に新たなメディア企業の設立に向けた資金調達に動いているようです。カールソンは保守的な過激な言論で知られ、高視聴率を記録していましたが、今年4月に FOX を退社。 FOX は2020年の大統領選をめぐり虚偽の報道を認めて巨額の和解金の支払いに合意しており、事実上の解雇とみられています。その後カールソンはツイッターが広範な言論の自由を認める唯一のプラットフォームだとして、定期的に無料動画を投稿していました。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、デイリーブリーフをぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてくださいね。
デイリーブリーフプラスはアップルポッドキャストとノートで1ヶ月無料でお試しいただけます。各週土曜日に一つのトピックを深掘りしたエピソード、毎週日曜日にその週に起きたことをまとめるダイジェストエピソードを配信しています。ノートでは書き起こし記事も公開中、ぜひこの機会にお試しください。そしてデイリーブリーフは皆様のご意見をもとにより良いコンテンツにアップグレード中です。引き続きパートナー、リスナーの皆様のご感想をコメント等でお待ちしております。荻野かなでした。良い一日を。